はい、じゃあ今日は、初めにやっていてほしい練習ですね。大きく2つやっていきます。1つはスピードをとにかく速くしましょうって練習です。で、2つ目は手と足を速くしましょう、結局速くしましょうになるんですが、初めのうちはやっぱりやりたい曲とかどんどん出ていくときに速い曲をやりたいっていう風に皆さんなってくるのが多いんですね。ただ速い曲をやるためには速く叩けないといけないので、まあ、そのスタートラインに立てるためにっていう練習です。まずはすごくシンプルです。16分音符を叩いてそのスピードを上げていきます。16分音符がメトロノーム、これから流すんですけども、メトロノーム、例えばピッピッとこうなります。その間を4等分します。1234、1234、1234、1234でこう叩いていきます。余裕があれば足を入れた方にですね、ピッとなった時に足を入れて1234、1234、1の時に足で、まあ、1234でもいいんですけども、早くなると1234ってすごく言いづらいんですね。なんでここの教室だとおにぎりってことをよく使ってます。4文字の言葉なんでもいいんですけど、おにぎりが結構言いやすかったんで使ってます。例えば地名のここの伊勢崎、早くなると伊勢崎って言うと辛いんでねそう、なんでおにぎりって言うと意外と早く言えるみたいなっていうのがありますので、おにぎり使ってます。で、おにぎり使うとしたら、おのタイミングで足とメトロノームですね、おにぎりっていうのを配布していきます。ちょっと試しにやってみましょう。メトロノームを使います。まあ、電子でメトロノームで、とりあえずテンポ80です。80はこのくらいの速さです。あ、結構速いかもしれないね。で、このピッてなっているところをおにぎりのおのタイミングを使いますので、おにぎり、この速さないです。ちょっとやってみましょう。まずはこれをどんどんスピード上げていってほしいんですよ。おにぎり、ちょっともう少し上げます。今度はテンポ90です。数字が大きくなると速くなります。おにぎり、3、はい、やってみましょう。おにぎり、おー、大丈夫だね。はい、やってみます。100です。もうちょっと大変なところまで行きましょう。100。おにぎり、3。はい。おにぎり。はい、ありがとうございます。多分そろそろ限界に近いと思いますが、110。おにぎり、3。はい。おにぎり。こんな感じでスピードを上げていきます。で、正確にやるとしたら、ちゃんと4等分を叩いてるって感覚がある速さが今の限界になります。で、これね、ちょっと大変な話にはなるんですけども、練習方法は大きく分けて2つです。1つは早く叩きたいんだけど手が動かないってなった場合は、手を早く動かす練習をするっていうんで、体を動かす練習ですね。まあ、運動でも一緒なんですけど、もっとなんだろう、50m 走のタイムを上げたいって言って走り込みをして筋トレをして体を鍛えるみたいな、はい、で、2つ目はこれあんまり知られてはないんですけども、感覚を鍛えるっていうものです。というのも、で、今なんか適当に叩いてくださいって言われた時に、いや、そんなことよりも分かんないよみたいな、そうっていうのが、そうです。慣れてる方だと、あ、こんな風にしたいなってもうイメージがいっぱいあるんですね。で、そのイメージをこう叩くと、あ、好きなことを叩いても自分の思い通りに叩けるっていう風になるんですが、本当に初めての方とかは、好きなように叩いていいよ、いや、何してるか分かんないですよ先生も同じです。ドラムでは もちろんないですけど、例えばギターとか持たされて、好きに弾いていいよって言われても、みたいな、ダメだなみたいなっていうんで、イメージがないとダメなんですね。なんで、そのイメージを鍛えるってところで、ちゃんとおにぎりだとしたら、おにぎりの言葉と手が合うように、おにぎり、この感覚をしっかり掴めるようになると正確に叩けます。限界の速さいっちゃうと、たまにこういう方います。おにぎり、そう、手と言葉が合ってないこの状態だと、多分叩いてる方には、いや、今合ってますかみたいなそう、今合ってますかって状態は、ちょっとその感性の限界を超えちゃってるんで、ちょっとゆっくりからやって、その感性を感性をちょっと鍛えてあげるみたいな、それができれば
もう手の限界まで早く叩きますというところです。じゃあ今110まで来ましたが、どこまで叩ければいいのっていうよく質問であるんですけども、最終的には叩きたい速さまでになるんですが、例えば一つ目標としてはこんな曲叩きたいなと思ったら、そのテンポを調べるんですね。でそうすると、例えばその曲が結構ノリのいい曲だと180って可能性も結構あったりするんですね。180、じゃあどのくらいか、なんか速そう、ちょっと叩いてみます。イメージはおにぎり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 、もう口でも大変ぐらいです。ちょっと叩きます。おにぎり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 。でこれ速すぎるとこれも合ってるかどうかっていうのは分かりづらいんですけども、これでも180です。じゃあどのくらいまで180くらいまでいけば結構いろんな曲が叩けると思います。本当に速い曲っていうと、もうすごく速いのもあるんですけども、一応先生がどのくらい叩けるか、これね、なんかスピードとあの短距離と持久力っていう重さがあるんだけど、長く叩けるとしたら、まあ、200とかだったら結構全然長く叩けます。短時間であれば、まあ、220はちょっと余裕があるかなってくらい。この速さ220このくらいです。あまあ30秒ちょっと辛いぐらいです10秒ぐらいだったら230切るから、1、2、3、4、5、6、まあ頑張って10秒ですってなります。ただ230の曲ってあんまりないんで、まあ、この辺まで叩ければ、まあ、叩けない曲はほぼほぼなくなるかなと思います。あったとしたらもう、なんだろう、誰もが認める速い曲みたいな、いやこんな難関な曲で、できるのみたいなそのくらいのスピードです。うん、なんで今110までなんとかあの叩けてたので、それをどん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 上げるようにします。で2つ目、そう、もう1個あります。すごいシンプルです。右手右足、多分動画だと足映ってないと思います。右手足、右手足、ちょっと叩いてみてください。そう、ゆっくりであれば実は簡単なんですね。これを速くしてみてください。あれってなるでしょうか。そう、これね、みんなそうなの、こんなん簡単だよ、あれみたいなそう、これをなるべく速くしたいんです。そうするとあのリズムパターン、いろんなフレーズにあの今後やっていくのにすごく役立ちます。どのくらいってやれって、これもキリがないところなんですけども、一つ言えるとことは、足か手の限界までは交互に叩きます。例えば今、まあ、どっちか、まあ、立ってる状態だとこの声が限界の速さです。これを交互に叩きます。